え今日はあのー、仕事搬入の仕事はすげえ早く終わってで朝7時に家出たんだけどその家に帰ってきたのは朝10時で10時ででよし今日はまあそのこのあとご飯食べてまあそのゲームやってイラストを描いたイラストクリスマス用のイラストも描かないとなとかあとまあ漫画のプロットを描いて勉強したり5時からジム行ってとか。 やろう、いろいろやろうと思ってて、とりあえず、リュウオ,オセブンのガイデンを続きやろうと思って、で、やり始めて、で、そのまま、9時間ずっとやっちゃいました、リュウ様です。9時間じゃない、10時間か。10時間ぐらいずっとやっちゃいました。あの、やり込み妙さがすげえあって、あの、闘技場のチーム乱戦バトルがすげえ面白いんですよね。あの、 神山っていう太った、まあもうこれまでのシリーズでその武器屋をやってたその太った男なんだけど、そいつを使ったらなんか、でかいバズーカで、その敵をバーって一気にぶっ飛ばせるんですよ。それを使うのがすげえ面白くて。で、あとポケさん、ポケさん面白かったしっていう。だからやり込み要素がすげえあってでってハマってしまいました、両さんです。で、本日2013年の11月2、えっと、違う、16日だ。16日の、 あ木曜日か。木曜日の夜10時半前ぐらいです。で、で、今回の話は、ちょっとこの話しようかなと思ったんだけど、あの、6年前に <laughs>、ね、あの、テレビに、テレビで放送されてたいっていうドラその動画なんですけど、あの、あるお母さんが、そのさん、幼稚園か行くかどうかっていうくらいの小さい女の子のことを撮影するっていう、 動画なんだけど、その女の子が、その仮面ライダーの変身ベルトが欲しいっていう風にねだるんですよ。ねだって。で、お母さんが、あんた女の子でしょ女の子だからおもちゃの、男の向き、男の子向けのおもちゃは買いませんっていう風に言って、で、なんでっていう風に泣くみたいな、だらこねるみたいな動画で、それをなんか、その、そのテレビに投稿して、その面白い動画みたいな感じで、その観客たちがケラケラケがっていう風に笑ってて、笑ってたんだけど、なんかもう、あれだよね、なんか、 もう多様性とかジェンダー云々とかの時代なのに、まあ考え方古いなっていうふうに思いました。昔だったらね、<coughs> 昔だったら男の,向け男の子用向けのおもちゃと、まあ女の子用向けのおもちゃっていうのが別にあって、まあそれもあくまでその、まあその、売る側が、その大体その男子と女子はこっちの方が欲しがる傾向にあるからっていう、まあターゲット層,ターゲット層として向けて売ってるだけに、 わけであって、別にそっちは、そっちの性別の子は買っちゃいけないとか、そういう決まりとか別にないんだけど、まあ、まあ昔だったら、まあね、まあ、親の価値観が古くて、まあ古い価値観だったら男の子は男の子のおもちゃしか買っちゃいけませんみたいな、いや使っちゃいけませんみたいなあったかもしれないけど、今でも今でもっていうか、まあ2017年の動画なんですけど、まだ言うんだっていう。まだそんな古い価値観の人いるんだなっていう。で、これをなんか、子供が変なこと言ってるみたいな、ふうに、まあ、周りを解釈して、 解釈してさ、そのテレビで放送流して、で、ギャギャ笑ってんだけど、たんだけど、僕はまあ、ただ、その、子供の方にちょっと共感しちゃって、まあ、かわいそうだなっていう。だってさ、あの、これ、お金がないから、お金が足んないから、高いから、とか、 ま、誕生日がまだ近いから、ま、あそま、もそれも我慢しなさいとか、毎日その買ってもらったばっかだから、ま、我慢しなさいとか、あと最近悪,い悪さばっかするから、だから買いませんとか、なんかそういう理由があって、そういう理由に紐付けられるんだったら、まだ納得できるっていうか、ま、するかわか納得するかわかんないけど、まだわかるんだけど、僕は。男の子だから、男の子じゃないから買っちゃいけませんみたいな、買いませんみたいな <laughs>、ってさ、あの、本人に過失ないじゃん。だからもう、そう、女として生まれてき、女の子として生まれてきたんだから、もうどうしようもないことだから、 もうそれはもう、あれだよね。何の教育にもなんないし、もう、本当にひどい動画だったなっていうふうに思いました。で、でね、あの、漫画とかでさ、よく、こういう子供がおもちゃ買ってっていうふうにただこれるみたいな、こういうふうにただこれるみたいなさ、表現ってよくあるけど、実際ほとんど僕はまあ見たことないし、本当にあんのかなああいうのって、どのぐらいあるんだろうなっていう。 僕はあんまり記憶にないんですよね。まあ、子供の頃だ、の記憶だから覚えてないだけっていうのも、まあ、あるのかもしれないけど、ほとんどそれでだこれた、まあ、その覚えてるのがなくて。で、一回だけある、その、でも一回だけその記憶がずっと残ってるのが、まあ、ありまして。で、今回ちょっとその話をしようかなっていうふうに思います。 あの僕、子供の頃ね、そのばあちゃんに、そのずっとおもちゃとか、いろいろ買ってもらったり、遊びに連れてってもらったりとか、そういう金銭的な、その恩恵を受けてて、それに関してはまあ、その結構、まあ感謝してる、気持ちはあるんですけど、それで、なんかほんと一回けわかんないことがあって、あったんですよね。その、ムカつくっていうか、ムカつくっていうのが悲しいっていうか、そういう思い出が一つありまして。で、あの僕昔、帰還者トーマスが好きだったんですよね、好きで。 そう、おもちゃをよく買ってもらったんですよね。で、で、ジャスコに連れてってもらって、その日、で、なんか買ってくれるらしいから、で、でね、あの、機関車トーマスの、その、小さい、なんか、こういう小さい、プラレールより小さい、その、磁石で連結するおもちゃがあるんですよ。あったんですよ、当時。あって、で、僕、それ買ってもらおうと思って、で、僕、トーマスが欲しかったんだけど、トーマスはなかったから、 しなげだったから、じゃあこっちでいいやって思って、その茶色い、なんかトーマスとは違うなんか茶色い機関車を選んで、わ、じゃあこれ買ってっていう風に出したんですよ。出して。出してさ、出して。で、そしたらばあちゃんが、こっちの方がいいんやないととか言って、その、機関車じゃなくて、その客車の方をちょっともう取ったんですよね。取って。でもこっちの方が電池で動くち書いとやみたいな。で、あの、プラレールとかだったらさ、あの、プラレールは、 その電池で動くその機構がその機関車の方に搭載されてて、で、機関車が引っ張ってその客車、客車の方には電池が入ってないんだけど、その機関車が客車を引っ張る、客車とか貨車とかを引っ張るっていう風に、プラレールはではそういう風になってるんだけど、あの、そのトーマスのその、なんか鉄の、なんかそのマグネット連結のおもちゃはそういう風になってないんですよ。その機関車の方はその機構、動く機構が搭載されてなくて、で、 客車の方にその電池で動く機構の方が搭載されてるんですよね。で、客車と、動く客車と、その、機車を連結させて、こういう風に動かすことによって、ま、あたかもその機関車がその客車を引いてるように見せるっていうタイプのおもちゃだったんですよ。で、で、だからばあちゃんはその、こっちの方が電池で動くからこっちの方がいいんやないとっていう風に言ってきたんですよね。でも僕が欲しいのはあくまでその客車じゃないって、機関車の方なんで、いや、こっちがいいっていう風に言ったんですよね。言って、 言うんですよ。でも、ばあちゃんの認識だと、その電池で浮く方がお得みたいな風に思ってん、まあ、なんか、なんか良質なおもちゃっていうふうに思ってんのかもしんないけど、でも僕はこっちの方、こっちの方が欲しいっていうふうに言ってんですよね。で、で、ばあちゃんが、その店員さんに、で、これで、あの、電池で浮くのはこっちの方なんでしょうとかいうふうに聞、きに行って、で、で、僕はずっと横、こで、いや、こっちがいいっていうふうに言ってんですよ。言ってんのに、それ無視して、そう、結局僕に買い与えてくれたのは、そう、客車のおもちゃの方だったんですよね。方で。 それから、その帰るまでの記憶とか全然覚えてないんだけど、僕はその後ね、あの、玄関で、すげえギャンギャン泣いて、まあ、<laughs> ギャンギャン泣いて、たのお覚えてんですよね。多分ん幼稚園か、そのぐらいの時の話だと思うんだけど、お母さんからはもう諦れ諦れられて、もうほったがしにされてて、もう、本当この時の記憶はすげえ覚えてるんですよ。ギャン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 泣いて、あーんっていうふうに、あっちが欲しかったのにっていう、機関車が欲しかったのに、みたいな感じで。 客車とか、みたいな感じで、泣いてたっていう記憶があったんですよね。ほんと、なんだか。で、まあ、そんだけうるさいっていう、うるさくて泣いてることをお母さんがその電話で多分ばあちゃんに伝えたかしたと思うんだけど、で、後日、ばあちゃんが、そのちゃんとその機関車の方も、ちょっと買ってくれました。買ってくれ、買ってくれたよっていうふうにお母さんが、ちょっと手渡として、してくれました。まあ、そのトーマスじゃなくてパーシーだったけど、まあ、で、 まあ、そういう人、とりあえず僕は満足して、で、その、パーシーとその客車をつなげて、ほら、こういう風にして遊びたかったんじゃっていう風に言ったのをちょっと記憶してるんですよね。っていうね、ことがまあ一つありまして、で、この、この記憶はずっと送ってたんですよ、なんか。で、あともう一つあって、この記憶はもうずっと忘れてて、ちょっと、2、3年ぐらい前に、本当と25年ぶりぐらいに、その、 とそう、25年,5年近く、そう、封印されてた記憶がふと湧き上がって、あ、こんなことあったなっていう、ふうに思い出した話なんですけど、あの、で、プラレールが僕は好きだったんですよ。プラレールも好きで、トーマスとか、トーマスだけじゃなくて、その、普通の電車のやつとかも、まあ、集めてたんですけど、集めてっていうか、買ってもらってたんだけど、で、あの、おもちゃ屋に行ってさ、行って、あの、ばあちゃんに、その、なんか買ってもらうっていう話になってて、僕、駅のおもちゃ、 こういうでかい、こういう駅のおもちゃを選んだんですよ。選んで、これ買ってもらったんですよ。で、でね、その、駅のおもちゃの箱を開けたら、駅しか入ってないってことに対してばあちゃんがなんか、なんか言ってきたんだよね。なんか、駅しかないやん、みたいな感じで言ってきたんですよ。まあ、そのパッケージの方には、その駅と、駅の中で停車したり走ったりしているレ、その、機関車の、もう一緒に乗ってる写真なんだけど、 その中身は、あくまでその機関車の方はなくて、その駅だけなんですよね。っていう。まあそういうのはあるじゃないですか。なんかあくまでそのパッケージに書いてある、載っている写真の方は、そのあくまでその、どういう風にして遊ぶかっていうイメージの写真であって、その大体そこになんか機関車の方は、機関車はその中に入ってませんみたいな注意書きがあったりするじゃないですか。あったりするわけだけど、当時僕もなんとなくそういうの分かってて、分かってたし、分かってて、まあ駅しかないの分かってて、で、で別に普通に満足して、 まあ、機関車は別に後から、まあ、列車を別に集めりゃ、後日集めりゃいいやっていうふうに思ってたし。で、で、ばあちゃんが、で,でもこれ、汽車入ってないやな取り替えようかっていうふうに言ってきて、いや、いいっていう,ういいって、これでいいっていうふうに僕言ってんですよ。僕言って、言ってんのに。で、ばあちゃんが、それなにばあちゃんが、いや、でも取り替えようとかいいやん。今からおもちゃ行って取り替えようかいいんじゃないのみたいなふうに言ってきて、いや、いいっていうふうに僕、ずっと言ってんのに。で、結局ばあちゃんのその独断で、その、 お、そう、駅のおもちゃをそ箱に直して、戻して、で、箱、僕と、ね、僕と、弟を確かいたんだけど、当時、僕と弟を連れて行って、で、その店員に説明して、あの、これ、駅のおもちゃはね、こう機関車入ってると思ったんや,んやけど、入ってなかったから、その、返品したいみたいな風に、行って、で、返品させてっていう風に、やったのを覚えてるんですよ。で、そんで、その代わりに何か買ってもらったかなどうだったかな ちょっと覚えてないんですけど、それの代わり何か別の消費者を買ってもらったのが、どうかはちょっと記憶にないんですけど、そういう風に、そう、僕がこの駅で、この駅が欲しいっていう風に言ってんのに、なんかばあちゃんのその独断で、じゃあ、その、返品するみたいな。なんか本当に意味わかんないことやってくるっていう、やってきたっていうのが、記憶にあったんですよね。思い出したんですよ。なんでなんでほんと意味わかんないんだけど。あの、 子供が欲しいものと違うものを親が買い与えて、で、子供が、その、泣いたり悲しんだりする、悔しがったりするっていうちょっとエピソードをちょっと三つ、これから語ります。ちょっと、末に紐付けして。三つ語ります。で、一つ目は、あの、あたしんちっていうアニメが昔ありまして、で、その中で、その、まあ、その、四人の、四人家族で、で、末っ子の次男の、その、ゆずひこっていう、まあ、中学生の男の子が、あの、 赤ちゃんだった頃の思い出話みたいな感じで語られてたんだけど、ゆずひこが、ゆずひこ <coughs> の赤ちゃんのゆずひこが、あの誕生日だから、じゃあ何か買ってあげようっていう風におもちゃに、あの、おもちゃ屋に行くんですよ。まあ親子で。で、ゆずひこはそのミニカーを欲しがったんですよね。で、ミニカー。で、で、あの、お母さんがそのミニカーの値段を見てギョッとしたんですよね。で、ミニカーって結構ピンキーじゃないですか。その敵の良さが。まあその、 鉄でできてて、窓はガラスになってて、そのドアがこういう風に開くようにできる、その良質な出来のいい高いミニカーもあれば、そのプラスチックで、その窓はシールになってて、別に扉も開かないみたいな、そう安いミニカーもあって、で、いろいろあるじゃないですか。で、ゆずひこが、その高いミニカーを欲しがって、で、お母さんが、いや、こっちの方がいいんじゃないのみたいな風に、その安いミニカーの方を出してきて、出して、で,で、ゆずひこは、こっちがいいという風に言ってんのに、結局買い与えたのはその安い方のミニカー。 だったっていう話。まあ、お母さんがケチだからっていう。それで、なんか、ゆずひこを泣かしたみたいな話が一つ。で、二つ目が、あの、子供が欲しがるおもちゃとか好きなアニメって、ぶっちゃけ大人,大人とか親にとっては、もう違いがわかんないみたいなところってあったりすると思うんですよね。で、子供がその誕生日に、まあ、これが欲しい、このおもちゃが欲しい、このロボットが欲しいっていうふうに、 ま、注文して、で、親がその注文されたものをその誕生日に買い与えて、ハイプレゼントっていう風にやる、やるんだけど、その子供が欲しかったものと間違えたものを買い与えるみたいな、買い与えて、で、子供がそうこれじゃない欲しかったのはこれじゃないっていう風に泣くみたいな、そういう事件が、ま、あったりすると思うんだけど、そういうのをモチーフにした、そうこれじゃないロうっていうおもちゃが、ま、あるんですよね。あったりするんですよっていう。ま、そういうのもあったりとか、あともう一つ。で、三つ目が、 これ、昔、過去の動画でもちょっと増えたことあるんだけど、昔ね、あの、ポケモンカードになったわけっていう、そう、ポケモンの世界を、ポケモンの世界に住む一般人とか、そのポケモンの視点での物語、その、ショート漫画の、ショート漫画集みたいな漫画があって、で、この中のね、まあ一つの話で、で、子供が、その、子供が、あの、欲しいポケモンを親に買ってもらうみたいな話があったんですよね。で、 あの世界って確か10歳になったそのポケモンを所持することがそ法的に許可されてるみたいな、なんかそんなのがあったと思うんだけど。で,で、主人公は、主人公はその、友達と男らしいもんっていいよな、男、男らしいかっこいいもんっていいよなっていうふうに、まあずっと子供の時からずっと言ってて、言ってて、で,で、いつかポケモン取れないになってかっこいいポケモンをその、使う、その、手に入れるんだみたいなことをずっと言ってて、で、その子は、 ま、心は男なんだけど、体が実は女の子だったっていう、ところで始まるんですよ。始まって。で、で、確か10歳だったか忘れたんだけど、なんか、10歳じゃなかったかの気もするもする確かセーフ来てたし、10歳だったか忘れたんだけど、まあ、あの、で、初めてのポケモンをお母さんに買ってもらうっていう、話なんですよね。で、ま、かっこいいポケモンがいいっていうふうに。ま、ずっと言ってるんですよ。ディザードンとかストライクとかなんかそういうかっこいいポケモンが欲しいっていうふうに。 ま、言ってて、で、その誕生日会で、ね、そのお母さんからモンスターオールを渡されるんです、渡されて、で、開けてみて、その中のポケモン、出てきたのがピカチュウで、で、その、その主人公のその周りの友達が、キャーかわいいとかい風に言ってんだけど、で、その、主人公の男の、その主人公の子は、かっこいい男らしいかっこいいポケモンの欲しかったのになんでピカチュウなんだよっていう風に言って怒って出ていくみたいな感じの話だったんですよね。で、その後、その主人公とその友達、 追いかけてきたその友達が森の中で、で、野生のポケモンに襲われるんですよ、襲われて。うわぁ、やばいってなった時にさっきのその誕生日でプレゼントされたピカチュウが助けに来てくれて、で、その野生ポケモン全部やっつけてくれてっていう風にやってくれて、ピカチュウお前すげえかっこいいっていう風にで気に入って、だからかっこよさは見た目だけじゃないんだっていう感じのオチで俺お母さんに謝らなきゃ、俺謝,謝れるよみたいな感じの。 ことでなんかハッピーエンドみたいな感じになったんですけどね。なった。まあ、でもね、これね、まあ昔の漫画だから、まあ30年ぐらい昔の漫画だから、30年もないか、25年ぐらい前からの漫画だから、なんだけど、今の価値観だとこれお母さんが悪いってことになるよね。別に、心が、心が男で体が女の子だったら、女の子だからってっても、心は男の、男の、違うあの、なんだっけな、 心が、おん、体が女でも、女で心が男なんだったら、その本人の意思を尊重するべきで、その、お母さんが、あんたには、あ、あ、なんでピカチュウを変えられたのかっていうと、あなたには、その可愛い女の子になってほしいからっていう願いを込めて、この、このピカチュウを選んだのよっていうふうに言ってくるんですよ。そういう、なんか、親のエゴを押し付けるんですよね。押し付けて、そう、可愛い女の子みたいになってほしいみたいない。そういうふうに育ってほしいっていう。<laughs> ふう、そういう親の価値観で押し付け、 っていう、その件に関しては何も否定してなくて、っていう、まあ、オチだったから、まあ今の価値観だとこのお母さんの方が悪いよねっていう風になるけど、まあ、まあそんな感じですよ。まあ親がこういう願いを込めて、その男の子みたいな、そのかっこいい感じじゃなくて、野蛮な感じじゃなくて、女の子みたいな、なんか可愛いらしい風に育ってほしいからっていう、そういう親側のエゴとか願いとかがあって、その子供の欲しがるものとは別のものを買い与えるみたいな、 そういう話があった。この三つをちょっと思い出したんだけど、ね、あの、最初に話したさ、あの、僕のその、トーマスのおもちゃの、なんかあの茶色いやつ、トーマスじゃないんだけど、そのトーマスの件には、どれも該当しないよね。だって、別に、あの、そう、機関車のおもちゃと、その客車のおもちゃでさ、あの、客車の方が安いんだったら、まあわかるよ。それ金銭的にそう浮かしたいから、まあこっちでいいでしょ、みたいな。安い方を選ぶみたいな。 理由だったら、まあ、ちょっと一つ納得できるんだけど、まあ、そうじゃないじゃん。そう、機関車の方が、その、まあ、その、電池両国疲労量、その、過労シ,システムもないし、システムもないし、こっちの方が、客車の方がでかいし、電池で動くから、こっちの方が高いんですよね。なんでその高い方、本人が欲しがってる、その、安い方じゃなくて、その、高い方を選んで買い勝てるのってのと、あと、まあ、これじゃないどことかはさ、本人の意識がそうにないから、本人のその、判断、 判断基準がないから、だから間違えて買ったみたいなのがあるけど、別に僕ずっと横で欲しいって言った,た、言ってたじゃんなんで、なんで横でずっとこれが欲しい、これ欲しいって言ってんのに、その間違う方を買い与えるのと、っていうのと、そう、あと、さっき、3つ目のさ、あの、ピカチュウ買い与える話。ね。その、かっこいいポケモンじゃなくて可愛いポケモンを買い与えたのは、その親がその子供に、その、かっこ、子供がかっこよくなりたいっていう風に言ってんだけど、親は可愛くなって欲しいっていう風に、 いう気持ちで、そう、自分、そういう気持ちを込めて、そっちを買い与えるみたいなのがあるかもしんないけど、今回、そのトーマスの件に関しては、そういうのもないじゃん。別に、ばあちゃんが別にこう、こういう風になってほしいとか、そういう気持ちがあったわけでもなんでもない。本当に、意味はわかんない行動だったんだよね。あの、で、僕、それでさ、まあ、玄関先でギャンギャン泣いたけどさ、あの、 多分これ、ただ買い与えてもらえなかったってだけだったら、ここまで泣かなかったと思うんですよ泣かな。泣かなくて、まあ、じゃあ今度ねっていう、今日はダメよっていう風に言われただけだったら、多分泣かなかったと思うんだよね。なんで買い与えてくれるのに、買い与えてくれる気はあんのになんで違うやつ選ぶのみたいな。そういうわけわかんなさとか理不尽さで泣いてたみたいな感じだったと思うんですよね、当時は。だって、あの、トーマスがないから、じゃあ別の機関車で妥協しようみたいな心は当時あったんだから、その程度の妥協精神みたいなのあったんだから、それで、 買ってもらえないから泣くみたいなことはなかったと思うんですよ。なんで買ってくれる気はあんのにその違うやつ買うのみたいな感じだったんだろうなっていう風にまあ思いました。まあさっきのまあ二つ目のさ、あの駅、そうでかい駅のおもちゃに関してはわざわざ返品までしておもちゃ屋にまでわざわざとんぼ返りしてさ、返品までしてなんでそこまですんのっていうねえまあこういう本当になんか本人の 希望よりも、なんか、親側の、ばあちゃん側の、なんか、まあ、憶測。もう、それに対して詳しいわけでもないのに、なんか、こっちの方が性質がいいでしょ、みたいな。まあ、こっちの方が欲しいでしょ、みたいな。駅より機関車の方が欲しいでしょ、みたいな。客車より、うん、その、動かない、電池動かない、その、記者より、客車、その、電池動く客車の方がいいでしょ、みたいな。そういう、なんか、その、 なんか、事情とか、まあ、その、知識もとかも全然詳しくもない側の、なんか勝手な憶測で、しかも本人がこっちがいいっていうふうに言ってんのに、なんでそっちを買いやせるみたいなことするんだろうなっていう。なんか、それ本当に意味わかんなくて、どういう真理なんだろうなっていう。<laughs> あの、憎いとかじゃないんですよね。憎いとかじゃなくて、意味がわかんないんだよね。どういう真理でそういう行動を取るんだろうなっていう。まあね。 まあ、ばあちゃんのこういう独善性っていうのかな。その相手が、相手がこうだって言ってんのに、そう、自分はこっちの方がいいでしょっていう、その、独善自分のエゴのことを優先するみたいな。ところはまあ、後の人生でも、後にもなんか、まあ人生として、もう何回も見受けられた。からもう、ほん、なんか性質、なんかそう、人間としての性質的な部分で、なんかそういうのがあるんだろうなっていう。ねあの、何年か前にちょっと話したんだけど、あ、3年ぐらい前か。 その、ばあちゃ実家に、僕は一旦帰省して、そう正月ぐらいにでさ、で、あの、近所の人に、その、じ、ばあちゃんのその家の周りの庭の草むすじをお願いしたらしいんだけど、その時にさ、その時に、なんか、僕寝てたんですよね、朝、寝てて、で、ばあちゃんがバタバタ走り回ってて、うるせえなと思って、それで目覚まして、で、ばあちゃんが、なんか、お菓子がないっていうふうに言ってて、その、その、来てくれたそのお二人のね、近所、ご近所さんに、 お茶菓子を渡したいんだけど、渡そうと思ってんだけど、なんか、昨日食べ、ばあちゃんが食べとったそのお菓子がないっていうふうに、まあ、バタバタバタ探して待ってて。<laughs> で、玄関からは、そう、お客さん二人のなんか、声が聞こえてくるんですよ。いいです、いいですって、いや、いいです、いいですっていうふうに、ずっと言ってるんですよね。言ってんのに、ないないとかいうふうに言ずっと探して待ってて、うっせぇって思って。で、しょうがなく僕が、その、昨日買ったお料を渡してっていうふうに、まあ、じゃあこれでも渡してきゃいいやろっていうふうに、その、お料を渡したんですけど、 って渡して、で、ちょっとばあちゃん、僕とばあちゃんがちょっと出かけて、で、帰ってきて、帰ってきた、その、草むしりしてくれた、言った、その、ご近所さんが、草むしり終わらしたみたいです。そう帰ってたんだけど、多分ばあちゃんが渡したんであろう、その、オレオと、その、バナナが、玄関先に、手つけられないまま、手つ、結局手つけられないまま、置いてかれてて、オレオだけ、その、2枚だけ減ってました。もう、 なんか渡しされたものを、まあ、手付けるのも、手付ないのも悪いから、その、まあ、じゃあ一人一枚ずつ食べとこうか、みたいな感じで、しょうがなく食べたみたいな。本当にいらなかったんだろうな、その、ご近所さんは、そのお菓子が。いらねえっつってんのに。いらねえっつってんのに、なんでそんな風に押し付けんのっていう。まあ、そんな感じのことがあったんですよね。あって、あ、これの話もしようかな。あのー、5年ぐらい前かな、分担事件。っていう、分担事件ね。あの、 僕一人暮らししてるんですけど、まあ、5年前の人数に。で、ばあちゃんがちょっと、いろいろと食べ物とか送ってきたりすくれてるんですよ。別に、別にこっちはいらねえけど。いらねえけど、多分、その、孫になんか送るみたいなことやりたかったんだろうなって思うんだけど。ねまあ、その、調理に微妙に困る、なんか、魚とかも送ってきて、送ってきたりするんだけど、一回さ、あの、分担っていう、ね分担っていう、なんかその、みかん、 とか、ボンカンみたいな、そういう果実系の果物のでかいバージョンで、なおかつ酸っぱいやつみたいな。でかくて酸っぱくて、硬い、皮が硬くて、そう食べ方わからんみたいな。変な果物を、確か6個か10個かの、もうその、ダースで送ってきたんですよね。送ってきて。まあ、段ボールもでけえし、まあ場所通るしっていう。もう食べ方もわかんないし、どうにかこれ消費しようと思って、そうナイフ突き立て、その包丁突き立てて食べようとしてもなんかまずいみたいな。酸っぱいみたいな。 感じ。これ、6個、全部消費するのどうしようと思って、めんどくせえと思って。で、あとさ、僕、あの、食べ物をそもすにするの一番嫌いなんですよね。で、嫌いで、だから、その、まあ、だから、その、食べ物屋とか、その、バイキングとかのちゃんと、なんか残さないように、自分がちゃんと食べきるようにし、分にしか、その、皿に盛らないし、自分がその、食べないもの、食べ、食べる気のないものは、もう、鼻から買わないっていう風に、やってるんですよ。食べ物をそもすにするのすげえ嫌だから。 っていう精神で生きてる僕に対して、その僕の意志とは、まあ、全く無関係で、こううのわけわかんねえ。別に、食べたいとも思わない。わけわかんねえ。もう送ってきて、まあ、場所を取るし、腐らするわけにもいかねえし、っていう。その変な責任負化してきて、ふざけんなよってだんだんイライラしてきて。で、ねまあどうしようかなって思って。まあ、土に埋めたら、まあ、せめて、その、自然に帰るっていうのはあるかなと思うんだけど、まあ、東京だから、コンクリートジャングルだから、そんな埋めるような場所もなくて。 もうだんだんむかついてもう、いいや、送り返そうと思って、で、その、全部、ばあちゃんの自宅に、その、実家に送り返しましたっていう。ね。ほんまあ、あれなんだよね。相手が、相手が、それで迷惑だろうと、自分がそれで善意であるっていう、その、自分側のその善意っていうものであれば、その行為自体は、まあ、絶対的に正当化されるもんなんだっていう。 そういう認識ってあるけど、多分その認識が人一倍強いんだろうなっていう。相手の気持ち考えるとか、もっと本質的な重要なところを全く理解せずに、まあ何かしてあげた。や、やってあげた。っていう、ね、ところそういう意識は本当に強いんだろうなっていう。だから僕、本当にそういう気持ちっていうのかな。あの、お母さんもそういうとこあったら、なんかばあちゃんのそういうとこヒズやのが、なんか、いらねえもんを与えてくるみたいな。別にいらねえって言ったら、親心がやとか、いう風うに言ってくるみたいな。 感じの、とか、お母さんにもちょっと引きずられてて。だから僕、そういう、なんだろうな、自分のエゴで、相手にとっていらないものを、なんか、与えるみたいな、与えて逆に迷惑かけるみたいな、行為すげえ嫌いなんですよね。だから、あの、まあ、過去に話したこの千場図の動画、とかももうすげえ、僕がされたことないけど、千場図送られて迷惑くれようみたいな、僕がされたわけじゃないけど、なんかそういうニュースを見て、まあ、いろいろと思うとかあったんで、こういう動画をあげたりしたんですけど、して、 したし、あと、ね、まあ、反面教師にはなったよな。なんか、僕も、僕もね、まあ、毎年5人か6人ぐらいに、ちょっと、その、誕生日に、そのネット友達とかの,の誕生日に、その、プレゼント送るんですよ。送ったりするんだけど、ちゃんとリサーチしてから送るようにしてるわ。もう、相手にとって本当にそれが重要あるかどうか。あい、これ送ることによって、相手に逆に迷惑になったりしないかどうか。とかね、 あの、かさばるかどうかとかさ、形として残るか、消費、消耗されるものかとか、それにリサーチして、あい、あの、駄菓子の、相手が、その誕生日だから、そのお菓子でも送ろうかな、みたいな感じで、その、でも、駄菓子、駄菓子の詰め合わせセットみたいなの見つけて、あ、これいいじゃんと思って、あ、でも、相手成人してるし、成人してる女の子、女の人だし、これ送られたら逆に迷惑だったりしないかなとか、考えて、ちょっと、まあ、その LINE でさ、まあ、確認取ってとか、ちゃんと相手にとって、まあ、 なんだろうな。喜ぶかどうか、喜ぶ、喜ぶかどうかは、ともかくとしせめて、なんか迷惑にはならないっていうようには、ちゃんとリサーチしてから、あの、選んで、送るようには、本当まあ、ちょっと気ぃつけるようにはしてますよ、よ本当に。だから本当反面教師になったなっていう。まあ、そんな感じの話でした。僕が昔、子供の時に、ね、その、トーマスのおもちゃを買ってもらえなくて、ギャンだけしたっていう、 思い出話とそこからちょっと学習っていうか、まあ、心がけた話でしたってことです。話です。今回の話はいいと思ったらグッと悪い,いと思ったらパッとお願いします。